皆さんこんにちは。パソコンを買いました。ヤフーオークションでね、タブレット PC を買ったんですね。で、Windows です。でね、届きました。軽いね。で、500g ぐらいしかないということでね。500g しかない。あ、いっぱいテープ出ってる。で、中古です。多分ね、ビジネス用のパソコンかな。それがその片遅れで、安く売り出されてるんですね。で、多分ね、リースアップで、約ね、5年か4年落ちですね。これ、ヒューレットパッカード。でね、見ると、やっぱりね、こう、傷、仕事で。ただね、綺麗に磨いてくれてますよね。やっぱ傷はこう、あると。ね。で、こんな感じですね。で、ヒューレットパッカードの X2 型というやつですね。ビジネス用の機械。はい。で、いくらで落札したかっていうと、3600円です。はい。で、Windows が入ってるね。Windows 10ですね。はい。で、Intel の CPU。Intel Atom です。はい。チェリーテールってやつですね。8300ですね。はい。で、こんな感じ。こんな感じですね。ちょっと画面がね、自分が映っちゃうんで。で、10インチです。はい。じゃあ、電源入れてみましょう。電源はね、タブレット PC だから、ちょっとね、こうか。上にありますね。で、長押し。はい。あ、一瞬ついたぞ。電池ないのかな？で、こうスピーカーがね、両方入ってるのかな。これはいいよ。つかない。電池切れかな。長押しで。HP のエリートっていう機械ですね。で、ちゃんとね、電源もこうついてますね。電源ね。で、電源は USB-C ですね。USB-C です。あ、画面来ましたね。ヒューレットパッカード。で、充電しながらやった方がいいな。電源取ろう。はい。どうかね。あ、ユーザーって来てるね。コンセント挿して。タイプ C ですね。ただね、結構しっかりした、差し込みは、いきなり来ましたね。起動はね、SSD ということなんで、ここかな。はい、充電入りました。で、はい。バッテリーは 50%。です。はい。はい。インテルアトム。で、2ギガ。で、Wi-Fi。Wi-Fi セットしよう。あ、5ギガ対応してるね。対応してないように書いてあったけど、対応している。これはね、いいの見つけちゃったんじゃないかな。パスワード言います。はい、キーボードもね、で、10インチ結構でかいかな。はい、あ、はい、 Wi-Fi 入りました。で、あとはちょっとディスク容量とか見てみます。で、ディスクはね、32ギガしかないって言ったね。どうだろう、 PC を押して、ああ、本当に32ギガ。で、残りがね、7.8 ギガしか入っていない。これ、インストールできんのかな？何にもインストールできないような気がする。で、お、オフィスは入ってるよ、これ、最初から。最初から入ってる。マイクロソフトオフィスは入ってるね。ただ、これは、
エクセルが入ってますね。おお、何にも、あ、エクセル、うん、はい、サインね、はい、職務また学校、はい、まあこれだけあればね十分ですよね。でこれアカウント持ってるんでちょっと待ってね、アカウント、アカウント、私のアカウントね、ちょっとお見せできないので画面は、見えないようにしちゃいます。あ、日本語入ってな、あ、これちょっとね打ち込みで見えちゃうね、ちょっと待ってね、こう、あ、これもダメだ、こうして、まあね、オフィスも入っているということで、しかも36個入っているということで、なかなかね、いいんじゃないですかね。家で仕事をする、在宅、仕事するのに最高ではないかなと思います。はい。で、しかも3000で買いました。今ね、この5年前、うちのね、機械は結構安く出てるということですね。はい。で、しかも、これ、なんと、これ外れるんですよね。ほら。外れて、これね、タブレットとしても使えると。タブレットモードにも対応。でね、戻すとパチンと入ってくる。ね。まあ、Bluetooth なんじゃない、キーボードはね。はい。この辺ね、すごい、なかなかいいんじゃないかなと思いますね。はい。あとは、まあ、ゲームをやるつもりないんだけどね。うん。あ、そうだ。あとね、ちょっと周り見てみようかな。ちょっと閉じると。で、カメラは、後ろ、背面カメラもあったりとか、正面にもね、正面にもありますね。あの、画面のすぐ上に。画面のすぐ上にあるということね。それから、イヤホンジャックがある。イヤホンジャック見えるかな？イヤホンジャック。反対側が USB-C で充電できるんで、出先でもバッテリー持っていればできる。で、ちゃんと USB の A タイプと、あと HDMI のマイクロがついてますね。で、メモリーカード、も搭載しているということで、インターフェースは十分です。USB ハブを持ってた方がいいですね。はい。はい、で、3.0 タイプだそうです。はい。はい、まあ、この辺が、ちょっとね、今5年落ちのタブレットはね、結構安く買えるということで、お知らせいたしました。以上です。